って前髪が多分、まあ、鼻ぐらいまで鼻上ぐらいまで伸びてた感じですよね。でもともとレイヤー入ってたんで2、3ヶ月切ってなかったんでちょっとこうだらしない印象になったんで、でちょっと今回は顔周りちょっとマッシュベースで顔周り切らせていただいて、あとレイヤーをちょっときっちり整えて切っていく感じですね。でもあえてこう顔周りは軽くしすぎないで重さを残しながら、ラインは残しながらアウトラインも、でワックスをつけた時に不揃いすぎない動きというかライン残りながら、ちょっとレイヤーは多めに入ってるけども丁寧なラインの雰囲気ですかね。それちょっとイメージしました。全体的ですね。そうですね、ちょっとこうなんとなく元気な印象を与えたいなっていうのがありましたね。で黒髪なんで結構思い切ったやっぱりお顔周りを切り込むことでなんかちょっとおしゃれ感が出たかなと思います。スタイリングは根元からの、もともとちょっとパーマかかってたんで、それはちょっと湿った状態でワックスつけて、でドライヤーで形をつけるっていう、ハンドでしっかり作る感じですね。全体的に毛先がうねるような、中間からうねるようなパーマが全体的にかかってました。で裾は跳ねるようにっていうのがかかったんで、そうですね、アイロンで毛先を巻いて、裾を跳ねて前をフォワードに巻いていく、それを根元から崩してワックスでなじませるという。このヘアスタイルをどんな方におすすめしたいですか？そうですね、やっぱり思い切って顔周りを切れない子たちって多いと思うんで、なんかやっぱり今まだねマスク外せない時期なんで、そういうちょっとこう試しに挑戦してみたいとか、やったことない子はやってもらった方が、怖がらずに挑戦していただきたいなと思います。